こんにちは、お久しぶりです。コルメ喫茶のコルメです。2020年9月25日からスタートの画家勝木和夫さんの個展の様子をお先に YouTube で紹介させていただこうと思います。こう遠目に見ていただくと、いろんなサイズの作品がこんなに一気に見られます。少しずつ紹介させていただきます。ちょっとね、映ってしまうので、ガラスとかね、どうしても反射してしまうので、うまく映ってくれるといいのですが、こちらブラックムーンというタイトル、お値段は62,200円で、サイズは八つ切りサイズ、飾るのにも大きすぎず、でも存在感のある、とても良いサイズです。で、こちらはまた全然手法もタッチも違いまして、これは月の盾ごと F6 号、絵がね、とっても大きめです。95,200円になります。この猫ちゃんの被り物の下子に、もうね、勝木さんの絵に時々出てくるクリーチャーらしいんですけど、この羊みたいな。でこの作品は絵自体がとても大きくて、額がない分すごく簡単に壁に飾れます。作品としてはとても大作になります。さて、ちょっと光って見づらくて申し訳ないですが、これもね、一番星々っていう、私はとても大好きな作品です。なんかね、このガラスで良さが映りきらないのが悔しいところですが、これも全部ね、似た構図に見えてもタッチも何もかもが違うんですよ。こちらは遠い雨音。なんかね、勝木さんの絵ってこう無音映画みたいなイメージがあるんですよ。色ははっきり見えてこないんだけど、なんか音が聞こえてきそうな、なんかこうさーっていう。これは、それぞれの道、115,200円なんですけど、まあ、絵も大作で、額もこのこだわりの額、この細部が映ってくれたらいいな。こういう細かい線画に、後ろにクジラが泳いでいて、この二人がね、これからそれぞれの道を行くんでしょうね、なんていうストーリーを考えたりします。これもすごく手の込んだ絵なのですが、黒い月がこの木のようなものにこう囲われている、ケージルっていう作品なんですけど、やっぱりね、なんか静かな音が聞こえてきそうな作品です。この絵がね、今ちょうどちょっとこの iPhone だとよく映ってくれてるんですが、実物の方がとても良いです。さっきご紹介した絵と一緒で、額がなくって、でも絵のサイズは大きい、わかりますか、手のサイズと比べると。そして飾りやすい、ね、絵の色の深みがすごいんです。でちょっとこれもね、光ってしまうので、実際はもっと素敵だと思っていらしてください。2人だけの秘密は102,000円です。でこちら月の姫、細かい線とね、伏し目がちの目が美しい、胸に青っぽいリボンしてますね、ちっちゃい手。でこちらも八つ切りサイズ、65,200円です。でさっきのそれぞれの道にもちょっと似てるんだけど、こっちは偽りの旅だそうです。二人に何があったのでしょうか。そしてよく見ると猫ちゃん役が偽物の、見えるかな、ウサギのふりをしている。ピントが合ってくれない、私のコルメさんマークが見えちゃう電話の、ほら、ウサギのふりをしている、だから偽りの旅なのか。
紹介しながら私もいっぱい発見があります。この絵はね、とっても素敵、多分女性人気高いと思うんですよね。あの夜の月という絵です。こちら八つ切りサイズ、まあ飾りやすい、ちょうどいいぐらいのサイズ。いやでもよかったらサイズってどうでもよくなるんですけどね。まあこちら6万5000円に全員になっております。で、勝木さん描くシリーズのクジラ、まあ、クジラが街になってるんですね。見えるかな、これ光っちゃってるんですよ、手で今影にしようとしてるんだけど。そう、こんな風に、このシリーズは、この額がないシリーズは、あのこの表面の、私今触ってないですけど、立体感もあるぐらい、こう、なんていうのかな、書き込みがね、すごいです。で、こちら F6 号、8万5000円についてです。これがね、一番ね、なんか、その昔の音のない映画を私、彷彿とさせられました。レインっていうタイトルで、このマスクかぶってる子は多分猫ちゃんなんだと思うんですけどね。まあちょっとそれぞれの解釈でいいと思います。こちらも11万2000円です。そしてこれ、ここも対策があります。この細かくね描かれた、いらないものが映ってしまうけどすいません、木の中に、あと2人のうさぎさんがこう炎を灯してて、木の中に月があります。あの似た構図の絵が全然違う作風であるんですけど、ちょっと私の影が映ってるのは許してください。で、こちらが、あれタグがなかった、こちらが確かタイトルイブだったと思うので、イブで12万円だったかなと思います。で、こちら、これもね、私距離感で表してるちょっと素晴らしい絵だと思うんですけど、届かぬ声、どこかでこの二人はすれ違ってるんですよね。もう言っても聞こえないのかなみたいな、ちょっと切なさを感じます。お値段は6万5千2千ですね。で、ちょっとちっちゃい絵のシリーズ、まあ、買いやすいお値段ですし、ちょっとね競争率も高そうなのですが、こちらのサイズのシリーズはすべて2万2税となっています。で、こういうふうに立てかけられるので、壁に穴を開けなくても飾れます。そしてこれは後から追加できたジプシーですね。手に船を持っています。表情のいいウサギさんです。あとちょっとデビルな猫ちゃんが月を捉えている、囚われの月、これはちっちゃい絵なので2万2000です。でもこの絵も素敵なんですよ、なんかこのままマークで使いたいぐらい、八つ切りサイズで、6万5000円ですね。そしてこちら、あ、スマホのがよく映ってますね、はっきり。これがあの額のない大きめの絵のシリーズで、あれ、これがカゴの中がついちゃって、カゴの中じゃない、あ、カゴの中でいいのか、これカゴの中という絵ですね、すいません。一人でやってるのでね、いろいろミスが多いです。これも実物はこんなに光ってないです。あのどうしてもね、今光で光ってしまうので、あの照明の光で、実際に見るとこんなに光ってません。だけどこう、どれぐらい塗ったんだろうっていうぐらい深みのある絵です。この絵、勝木さんもお気に入りと言ってたんですが、私も好きで、ロンギングという作品です。なんか今回のこうやって写してきてみると、ストーリー性がすごくありますよね。あの子は、あの子とこの子はどうなっていくんだろうみたいな。それをご自宅の壁でね、こう数作品並べていただいたり、再現していただけたら素敵なんじゃないかなと。
思います。なんか思います思いますって感想文みたいで、でちょっとここまでで起ききれなかったので、ちょっと一度床通りますね。すっと、はい、こちらに今回の宣伝画像に使った絵画サイレントライトがあります。これはね、本当にライトに照らされた感じに絵が描かれています。ちょっと語彙が少ない私。これは追加で届いたブーケです。あ、同じく、今の絵と同じくやつ切りサイズ、お値段は6万5000円税です。この子ね、瞳の絵が色がねちょっとミステリアスなんです。実は押してこちらに行きます。この後悔のシリーズも好きなんですけど、月夜の後悔という絵です。でこれも手と写すと分かると思うんですが、サイズが一番大きめの絵です。額がないので安めにさせていただいているものです。それだけです。だから絵としては本当に大きくてとてもいい絵です。ご自身で額に入れてもいいですし、このまま飾っても素敵です。さっきね、似た構図の大きい額に入った作品があったんですけど、こちらもこの額のないシリーズでもあります。もちろん全く同じというところは絶対ありません。一点ものなの でこちら10万2税です。そしてこちらもこのね、指先が可愛いんですよね、勝木さんのうさぎさんのね、手の小ささ。月の調べ、やつ切りサイズ6万5千円。そしてクジラの絵の線画の方ですね。こっちは線画タッチで、でも色もつけてあるんですけどね、やっぱり家があります。でこれは天空の街です。さあ、そんなこんなで勝木さんの個展、音のない明かりは9月25日から横浜市青葉区コルメ喫茶にて開催です。どうぞよろしくお願いします。コルメでした。